人のいる場所を正確に検知して場所によって照明のオンオフができます。これすごくないですか？どうもこんにちは、まみよしです。僕今住んでる家ほとんどの場所をスマートホーム化してるんですけども、唯一一つだけスマートホーム化できてなかった場所があるんですよね。それが後ろにあるキッチンになります。ということで今回はアカラのスマートハブとスマート電球、そして人感センサーを使って後ろにあるキッチンをスマートホーム化していきます。でも実際にスマートホーム化完了してるんですけども、めちゃめちゃ便利になったので、まだ家にスマートホーム導入してないとかスマートホーム化気になる方はぜひ動画の方を最後まで見てってください。ということで早速やっていきましょう。ということで今回はこちらの商品使っていきます。まず一つ目がアカラのハブ M3。 こちらに関してはスマートフォンの中心となるハブですね。これはもう設置してあります。続いてこちらが LED の電球、一般的な家のソケットに合う電球になってます。こちらのモデルに関しては LED 電球になっているので、普通の電球よりも省エネになっています。でここが E26 というソケットサイズですね。場所によってはこういった GU10 っていう違うソケットのタイプもあります、全然違うのでこちら間違えることはないと思います。続いて今回一番重要となるのがアカラの人感センサー FP2 になります。この人感センサー、普通の人感センサーとも違ってかなりすごい機能もあるので後で見ていきましょう。続いては FP2 人感センサー開けていきます。こちらが人感センサー本体、裏側がマグネットになっているので冷蔵庫とかあとはキッチンとかにペタッと磁力で貼り付けることもできます、もちろんここにネジ穴もあるので付属のネジを使っても OK です。電源に関しては USB-A と USB-C のケーブルが付いてました。あとはこちらのプレート自体を壁に両面テープで貼り付けることによって、こんな感じでマグネットで取り付けることなんかもできます、冷蔵庫とかだったらそのまま取り付けられますね。で、幅に関してはもう設置済みなのでこれはちょっと省略します。そうしたら早速こちら設置していきましょう。手前2つはもうアカラの LED 電球つけてるので奥2つを変えていきます。交換自体は簡単で、壁の電源を切ってあげたらこちらを左向きに回すと外れるので、アカラの電球を右向きに回して取り付けます。1個完了。もう1つも同じ手順で取り付け完了。こちらのキッチンの照明4つをアカラの電球に交換できました。そしたら続いてはこちらの人感センサーを設置していきます。こちらに関しては結構高い場所に設置した方が邪魔にならないと思うので高い場所に設置していきます。今回はこちらにある換気扇の部分に取り付けていきましょう。こちら磁石でくっつけるのでペタッとくっつけるだけで人感センサーを設置することができます。こんな感じで設置しました。そしたら USB ケーブルで電源を取ります。これで人感センサーも設置完了。そしたら設定していきましょう。そしたらまずは電球から設定していきます。まずは壁の電源をオンにすると電球がついて最初に点滅したので、そしたらアカラホームのアプリを開いてデバイスを選択して右上のプラスボタン、デバイス追加。そうすると電球が2つ上に出てきたので、こちらをそれぞれ設定していきます。アクセス開始。そうすると QR コードのスキャンの画面になるので、こちらの説明書にある QR コードをスキャンします。そしたらネットワークへのアクセスを開始。新しいデバイス。アカラホームに追加。これで追加できました。で、こちらの電球のスペックに関して紹介しておくと、まず輝度に関しては 1% から100% まで無段階で調整することができます。ちょっと撮影上見やすいようにこのぐらいの明るさにします。そしたら下側、こちらホワイトバランスを調整できます。右側にすることによって青白く、左側にすることによって暖色にすることができます。この範囲もかなり広くて2000から9000までかなり幅広いホワイトバランスを選ぶことができます。あとカラーピッカーに関してはこんな感じで青い照明にしたり紫にしたり赤にしたり緑、黄色、赤と、いろんな色にすることができます。で、色カード、ここから自分の好きなカラーを選択することもできますね。キッチンではあんま使わないと思うんですけども、リビングの電気とかあとは間接照明にこれを使っている場合はこういったもの結構役に立つと思います。これで電球の設置は OK。そしたら同じくプラスボタンからデバイスの追加で、ここの下の方にある人感センサー FP2 こちらを選択。ここにリセットボタンがあるのでこれを黄色点滅するまで長押し。黄色点滅きました。次のステップでマイホームに追加。そしたら同じくコードをスキャンします。この人感センサーに関してはこちらの裏側に QR コードがあるのでこちらを読み取ります。はい、センサーホームに追加。そしたら人感センサー FP2 追加できました。で、追加できない人に関してはスマホが
5GHz の Wi-Fi につながってると思うので、1回 2.4GHz につなげばつなげられるようになると思います。そして人感センサー FP2 の設定していきます。今回の人感センサー FP2 に関してはいろんなモードがありまして、まずゾーン検出、これは人感センサーとして使うのと、あと多人数ということで1人だけじゃなくて今何人いるのかっていうのを検出できるモードになります。まあ基本的にはこのゾーン検出がいいですね。で、点灯検知に関しては、まあ、おばあちゃんとか一人暮らししてる時に関してはこういった点灯検知のセンサーをつけておくことによって家族に点灯したことを知らせることなんかもできます。あと睡眠モニタリングなんかもありますね。まあ、今回はゾーン検出でやっていきます。今すぐインストール。正確な検出データを得るにはインストールガイドに従って取り付けてください。どこに置くかによってこのモードを選ぶって感じですね。今回はここに置いてってキッチンの真ん中ではあるので中央でやっていきますか。中央で次へ。座っていると立っている状態が検知できるように地面から 1.4 から 1.8 メートルまでに取り付けることをお勧めします。ギリ180センチぐらいですね。ってことはまあ冷蔵庫とかにつけた方がいいか。今回はとりあえずここで1回設置してみます。で、壁に取り付けて、あ、向きに関してはこっちでもいいしこっちでもいいし、これ斜めとかになってるとダメってことですね。今回はこれでやっていきます。で、インストール完成。検知ゾーンの設定、壁に向かって、お、え、すごいすごい。今ちょうどセンサーの正面にいます。で、この状態で左に行くとしっかり検知してくれてる。右に行きます。え、すごい、これはすごい。しかも前後もちょっと左に行って後ろに行きます。なるほど、ちゃんと一致してます。すごいな。で、右側に移動。で、左側、どっからどこまでで電気をつけたいかってことですね。ここが検知ゾーンになります。で、空間学習、何もない時の状態を学習すると。今すぐ始めましょう。そしたらこの人感センサー内に入ると照明をつけるっていうモードを設定していきましょう。人感センサーの右上の点々からデバイス関連項目、自動化でもし人感センサーに人がいた場合にアクションから電気をつける。ただこれは試飲で作っていく一括管理にした方がいいので試飲作っていきましょう。アクションを追加でそれぞれの照明をオン、全てをオンにするっていう試飲。これでもし人がいた場合は照明オンのアクション、でこれで保存。で、もう一つ、自動化からもし人感センサーに人がいない場合アクションで試飲を作ってプラスで全ての照明をオフにしましょう。これで保存。そうするとキッチンに入ったら照明がオンになって、キッチンから出たら照明がオフになります。そうしたらスマートホーム化完了したので実際に使ってみましょう。そろそろご飯作るかって言ってキッチンに入ったら自動で電気がつきます。この状態で例えば皿洗いしてたり料理をしてたりしても電気はしっかりとつきっぱなしになってます。まあ冷蔵庫とか見てご飯食べ終わって、じゃあソファーに座って休憩するかって言ってキッチンから離れたら、こんな感じで電気が自動で消えてくれると。はい。で、基本的な人感センサーってこんな感じで少し動いてる場合はしっかりと反応してくれて照明がついてる状態なんですけども、こうやって座ってる状態でほぼ動いてない状態が続くと普通の人感センサーだとライトが切れちゃうんですよね。トイレとかで人感センサーつけてる人は一度は経験あると思います。ただ今回のこちらアカラの FP2 に関してはミリ波レーダーを使った人感センサーになってるので、こうやってずっと止まってる状態でもしっかりと人物検知をしてくれて電気がついた状態になります。まあ、なのでキッチンでこうご飯食べてる時もそうだし、トイレに座ってる状態でも電気が消えるっていう心配がありません。じゃあちょっと試してみましょう。しばらくこのまま待っていきます。ということでしばらくじっとしてたんですけども電気消えなかったのがわかると思います。で、そして今こちらスマホアプリで人感センサーの様子見てるんですけども、これもすごくて、センサーの前にいる状態だとこんな感じで位置を検知してくれて、例えば左に行くとこんな感じでしっかりとリアルタイムで人がどこにいるのかっていうのを検知してくれます。で、次またちょっと面白い設定してみました。まずね、今僕はこちらシンクの前にいるんですけども、シンクの前にいる場合は手前の2つの電気だけがつくように設定で、そして奥のコンロ側に行くと逆側が消えて手前側がつくように設定しました。で、これまた逆方向行ったらこっちがついて奥が消えます。
こんな感じで人がいる場所を検知してくれるので、本当に必要な部分だけの照明をつけるっていう使い方ができます。これめちゃめちゃ面白いですね。これできる人感センサー見たことないので、かなりいいポイントになると思います。まあそれこそ今はこんな感じでキッチンだけでやってるんですけども、検知範囲かなり広いので、例えばリビング側に向けてあげて、ソファーに座ったらテレビがつく設定とか、自分がいる場所だけの照明をつけるっていう設定もできるので、普通の人感センサーとは違ってかなり面白い人感センサーになってるのがわかると思います。これめちゃめちゃすごいです。ということで今回こちらのアカラの製品を使ってキッチンスマートホーム化してみたんですけども、いかがでしょうか。キッチンに関してはね、結構移動が大きかったりしてご反応とかが多くてスマートホーム化できてなかったんですけども、今回こちらの FP2 これがねかなりセンサーの精度も良かったのでキッチンをスマートホーム化できた形になります。ということでね、今回使った製品に関しては概要欄に全てリンク貼っておきますので、スマートホーム化して便利に生活したいという方はぜひ概要欄チェックしてみてください。そしてスマートホーム化した方がいれば、よかったらスマートホーム化した感想をコメントで教えてください。ということで以上、バイバイ。